お天気、お出かけ日和だ。うー、空も海も青い。ちょっと二人とも、今日は遊びに来たわけじゃないんだからね。わかってるよ。でもみんなとお出かけなんてワクワクしちゃって、もうわーい。チカさん、そんなに騒いだら周りのご迷惑です。もっと立場をわきまえて節度ある行動を。カナンさんとダイヤさん、先生みたいずら。でもチカさんの気持ちわかるな。みんなで水族館行って、その後にダイビング体験なんて、ウビ楽しみで眠れなかったよ。ほんとお子様ね、ルビーは。己の心も操れないようでは、私のような立派な堕天使になれないわよ。そういうヨシコちゃんも目の下黒いわ。ギグ、これはメイクよ。最新の堕天使メイク。もうヨシコはツンデレさんね。ツンデレじゃないわよ。あの、みんなそろそろ水族館の中に移動しない？他のお客さんすっごいこっち見てるよ。うわー、綺麗。これなんて魚だろう。サクラダイズラ。オレンジ色で背びれがちょっと黒くなってるのがメス。赤くて白のまだら模様がある方がオスズラ。サクラダイってスーパーの魚コーナーで見たことあるよ。あれはマダイですわ。産卵期に水揚げされるもので、桜が咲く時期と重なるからそう呼ばれるのです。この水槽で泳いでいるのとは全く別物ですわ。そうなの？こっちの水槽もベリーキュートよ。おお、すっごいカラフル。モコモコしててかわいい。キサンゴだね。宇宙らの海にもいるよ。この後潜った時見られるかな。これサンゴなの？テレビとかでよく見るのはもっとゴツゴツして石が枝分かれしてるような見た目だけど、これはまるで岩に咲いている花みたい。周りが暗色だから黄色や赤が一層鮮やかに見えるわ。リコちゃんって表現の仕方がなんていうかすごい芸術的だよね。え？え？ごめんなさい。変？全然。私はさ、こうリコちゃんは可愛いとかすごいだけじゃなくて、いろんな言葉で表現できてすごいと思う。大げさだよ。この見た目、キサンゴをモチーフにしたデザインでもいいかも。コサージュみたいに首元につけたり、袖からニョキッと。袖にキサンゴって想像つかないんだけど、もしかしてこのうねうねした触手みたいなとこのことを言ってる？ダメかな。これである必要はない気がする。この子たちって帰るのかしら。カナン、どうなの？私に聞くな。これがウェットスーツですの？結構重いですわね。本当に潜るんだ。大丈夫かな。ついててあげるから心配しないで。カナンさん、
これ全部が一人分の機材？すごい重装備なのね。そうだよ、全部ダイバーの命をつなぐ機材たち。シュノーケリングはしたことあるけど、こんな本格的なダイビング初めてだよ。早く海入りたいな。はいはい、慌てないの。機材の説明をするね。まずこれが空気の入ったスキューバタンクと、その空気を供給してくれるレギュレーター。このベストみたいなのは BCD って言って、空気を入れたり出したりして浮力を調整する機材。このバックルみたいなやつはウェイト、ダイビング機材の浮力を相殺するためのもので、専用のベルトにつけて腰に巻きます。横文字がいっぱい。未来ズラ。ダイビングは口呼吸だから最初は大変かもしれないけど、落ち着いてゆっくり深呼吸しながら慣れていってね。潜水したら絶対に呼吸を止めないこと。止めた状態で浮上すると水圧で肺が膨張して最悪破裂なんて事態になりかねないから。それと潜水中、鼓膜が張るように感じる時があるけど、飛行機に乗ってる時にもなるやつね。ツバをゴクってすると治る時あるけど。そう、それそうなりそうになったら口に空気を少し含んで鼻をつまんでツバをグッと飲み込む。耳抜きって言うんだけど、これをやらずにそのまま潜り続けると鼓膜が破裂しちゃうからね。でもあんまり強くやりすぎないように。肺と鼓膜が破裂、恐ろしいですわ。大丈夫だよ、ちゃんと注意事項を守ればなんてことないって。楽観的ですのね。チカさんだって初めてなんでしょ？不安ではないのですか？大丈夫、カナンちゃんついていてくれるし、それにこの青い海の下にまだ私の知らない世界が眠ってるって思うと楽しみでたまらないよ。よう、ずいぶんおとなしいけど、どうしたの？もしかして体調悪い？ううん、違うよ、ちょっと考え事してて。それって衣装のデザインのこと？まあ確かに今日みんなで出かけたのはそれのアイデアのためだけど、そんなに思い詰めるほど悩んでたの？ううん、みんなの話を聞いたり、こうして出かけたことで自分一人じゃ知ることができなかった海のイメージを知って、同じものでも捉え方は一つじゃないんだね。私が大好きな海は私の知らない素敵な顔をたくさん持ってる。それが分かったことがすごく嬉しいの。そっか、いいデザイン描けそうだね。うん、描ける気がする。みんなの海のイメージをいっぱい詰め込んだステージ衣装。